自己紹介から、私は代表の久保田由紀と申します。かれこれ2004年から始まってて、でその時は南の方のね、ノーブルなんとかっていうノーブルコーチかなんかそういうところが開発されて、これちょっとひどいんじゃないかみたいなところから始まってるんですね。その時は NPO だったんですけれども、その NPO の理事の人が抜けてしまって、でちょっと女だけで、で残りの人で NPO を運営していくのはちょっとできないということで、それから2011年ですね、ものすごく大々的な開発が始まって、それから山を切り崩されて谷を埋められてっていうふうな、すごい風景が変わってしまったわけですね。これじゃいかんやろうって、で堺の人たちからも突き上げられてね、狭山の人こんなんされて黙ってるのみたいな感じで、それで私らが、まあ、1年復帰して署名を集めましてね、で5万8000の人口の狭山市で1万3000件の署名を集めて、前吉田市長のところを持って行って、もう吉田市長にはしつこくしつこく何回も訴えて、それがその地主さんが売らないというふうな市のものになったわけですね。それが2014年でしたっけね、2014年の11月かなんかでしたね。それが議会で決定されて、それからあと、まあ、開発から逃れたんだけれども、あとどうしていくかということで、もう資格がない私たちが続いて、ね、守る会、初め同好会言ってたんですけど、それやったら力弱いって小原さんに言われて守る会にしたんですけれども、まあ細々と活動を続けてるわけなんですけど、なんせ年取っていくもんですからもう大戦力がね、だんだんマンパワーがちょっと危うくなってきて、存続の危機にさらされているという状態でございます。で、次は沖田さんで、私より一回り上で御年、うさぎ年です想像にお任せしますけれども同じうさぎ年なんですけどもね、すごい頑張っておられます。80歳ですけどもね、私なんかよりもシャキ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 シャ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 歩いていきはるしね、もうすごいですよこの方は名前だけでも名前だけでも言ってください。沖田晴美でございます。ヤンゲストです私はもう最近入らせてもらったばかりなんですけど、することは草刈りとか枝切ったりとかすごい地道なことなんですけど、歴史をたどってみればもう平安時代からの続く街道で、空海さんも京都行くときにずっと歩いて通った道っていうのでまあ、伝承とかも残ってるんですけど、口頭伝承で 何か残ってるっていうのはないんですけど、まあ、歴史のある道で自然豊かで野鳥もいて草も、ね、お花も咲いて、まあ、ずっと残していってほしいなっていう気持ちで活動させてもらってます。小西と申します。今日のために笹百合がすごく咲いてる谷があるんですね。でそこで種を回収しまして、であそこの机にまとめてくれて、お一人お一人当たるかと思うんですけど、帰り持って帰っていただいて、それでご自宅で育ててくださったらな、で狭山は笹百合の里にしたいなと思います。なかなか発芽しても一つ葉になるのに2年かかって、二つ葉になるのに3年かかって、ああいう綺麗な花咲くのに5年かかるんですね。だからかなり辛抱と根性がいるんですけど、笹百合ははい、次回そうです。笹百合の里にしたいなと。ありがとうございます。最後